生きた化石、シーラカンス。3億5000万年前から姿が変わらないという生きた化石、シーラカンス。この最大の特徴は背骨がないことなんです。その代わりにホースのような管が頭から尾っぽまで通っており、中身は油のようなドロドロの体液で満たされているといいます。皆さん、シーラカンスの碑があるということをご存知でしょうか？それは12月20日なんです。12月20日。なんで12月20日がシーラカンスの碑なのよ、と思いでしょうが、1952年12月20日にアフリカマダガスカル島沖でシーラカンスが捕獲され、学術調査が行われたことが由来となっています。1938年に南アフリカで捕獲されて生存は確認されていましたが、学術調査が行われたのはこれが初めてのことでした。これより以前はシーラカンスは7500万年前に絶滅したものだと考えられていたのです。シーラカンスの寿命はものすごい長いんです。人間よりも長く100年以上も生きるとされています。シーラカンスの寿命を試算してみたところ、なんとシーラカンスの平均寿命は約103年だということが分かりました。このシーラカンス、回転寿司にネタとしてあったら皆さん食べますか？シーラカンスの握り、食べてみたいですね。一体どんな味がするんでしょう？一時ではありますが、マダガスカル島付近ではシーラカンスが数多く発見される時期があったため、好奇心からシーラカンスを食べちゃった人がいるんです。残っている記録によりますと、シーラカンスの味は全くなく、世界一まずい魚だとされているそうです。そもそも見た目自体がそんなに美味しくなさそうですが、味も見た目通りにあまり美味しくなかったんですね。残念。恐竜の DNA を引き継いでいる今いる生物は鳥である。それは恐竜には羽が生えていたからである。トリケラトプスとティーレックスが今映っておりますが、ティーレックスも羽毛が実は生えていたんですね。鳥のように羽毛が生えておりました。鳥と共通するところは、こんなにたくましい体でありながら、卵から帰っているところなんです。この恐竜、実は孵化するのに3ヶ月から6ヶ月もかかるということが今はわかっています。T-Rex は映画などでは、などとすごい声を出しますが、実は T-Rex には声を出すための声帯がないことが今ではわかっております。実際は空気が通るような音、おーというような音だと言われております。現代の鳥たち、鳥類はほぼ全身を羽毛で覆い、腕には羽でできた翼を持ち、口に歯はなく、そして卵を産んで子供を残します。こうした特徴は実は恐竜類のあるグループにいる恐竜たちにも
共通しているんです。そのグループは獣脚類というグループなんです。獣脚類にはすべての肉食恐竜のほか、魚食、植物食、雑食の恐竜たちの一部が含まれています。この日本では、シジミチョウが数多く見られます。世界で最も小さいチョウは、コビトシジミ。このコビトシジミ、羽を広げた大きさは 1.2 センチほどなんです。北アメリカが主な生息地ですが、ハワイやサウジアラビア、アラブで見られることもある世界最小のチョウなんです。世界最小のシジミチョウが 1.2 センチほどということは、日本はすごいシジミチョウ天国なのです。そのくらいの大きさのシジミチョウ、数多く生息しているのがこの日本なのです。前回の動画でも説明いたしましたが、チョウの味を感じる器官は足元についています。チョウたちは食べ物の上に立つことで、それがどんな味なのかわかるんです。これはハエも同様です。また、歯の上に立つだけで、幼虫がその歯を食べられるか識別できるんです。そのおかげで、卵を産む最適な場所を探すのに役立っているんです。私たち人間は、二つの目を持っています。蝶々の場合は、数万個の目を持っており、その目は、私たちが見ることのできない紫外線を見ることができるんです。蝶の目は人から見たら二つに見えますが、実際は六角形をした小さな目が集まってできたものなんです。たくさんの目があるおかげで頭を動かさずに広範囲を見渡すことができるんです。その視野はほぼ360度あるとされており、どの方向からやってくる外敵に対しても即座に対応することが可能なんです。ただし、視力は悪くて 0.2 しかないんです。また、人間と同様に赤、青、緑を見るだけでなく、紫外線も見えるんです。そのおかげで私たちが見ている色とは若干違った色で物が見えているんです。中南米の森林に住む怠け者はその名の通り、怠け者なんです。一生のほとんどを木にぶら下がって過ごし、一日に数メートル動くだけなんです。餌はどうしているのかと思えば、草食性なので、手の届く範囲にある草や木の実を食べ、自分の体に生えた苔まで食べてしまうんです。最近の研究では、怠け者は他の生き物とタッグを組んで、怠けながら栄養補給をしている実態が明らかになりました。怠け者の体は長い毛で覆われ、そこにはしばしば昆虫が寄生しています。あったかくて、雨が当たらない毛の中は安全ですし、怠け者はほとんど動きませんから、昆虫にとってはこれは絶好の住処なんです。そんな怠け者が木から降りるのは、うんちがしたい、
おしっこ漏れちゃうよという排便のタイムだけなんです。動きの遅い怠け者は地上に降りると肉食動物に襲われやすいため、排便の回数は極力少なくなっており、一週間に一度ほどしかしません。怠け者が便秘なわけではなく、怠け者が餌にしている木の葉は硬くて栄養が少なく消化に時間がかかるので、これで十分なんです。排便を終えた怠け者は早々にそれでも遅い動きで木の上に戻りますが、この時怠け者の毛の中にいる蛾は怠け者のうんちに卵を産みつけます。やがてうんちの中から孵化した蛾が木の上にいる怠け者のところに飛んでいき、毛の中に潜り込みます。そして蛾は毛の中の窒素量を増やし、少量ながらうんちもするので、これが怠け者の毛に生える苔や藻の栄養となるんです。怠け者はこの苔や藻を食べることで栄養補給をしているんです。怠け者は今で言う SDGs の大先輩かもしれません。究極の共生関係でリサイクルも完璧なんです。怠け者のスローライフはゆったりゆっくりのんびりしていて、なんとも羨ましい限りです。好きなカップ焼きそばには地域の差があるんです。よく言われるのが東のペヤング、西の UFO。 同じカップ焼きそばでも関東と関西では人気商品が違うというんです。タウンネットの調査によりますと、北海道での圧倒的な人気はスープがついた焼きそば弁当なんです。8割が支持しています。青森県を筆頭に東北地方では焼きそばバゴーンが大人気なんです。そして東北の太平洋側から関東、中部地方にまでに強力な人気を誇っているのが、あのペヤングソース焼きそばなんです。一方、愛知より西の西日本を制しているのは日清焼きそば UFO なんです。その勢力は九州四国にまで及ぶといいます。ちなみにペヤングは発売当初、高価だったカップ麺を若いカップルで二人で一つを食べてほしいという願いを込め、ペアとヤングからペヤングの名になったというんです。アイスは冬が売れるって本当なのか。森永乳業の調査では、冬にアイスクリームを食べたいかという質問に対し、98.4% の人が食べたいと思うと回答しました。中でも20代から30代の女性が最多回答になりました。さらに驚くべきことに、寒い地域ほどアイスは大人気なんです。アイスの年間消費量のトップ5は、1位の金沢市を筆頭に、富山市、福島市、山形市と冬の雪深さで知られている地域がランクインしているんです。では、寒い冬に
なぜアイスを食べたくなるのか。その理由は部屋が暖かいからなんです。北海道をはじめ、青森県、秋田県では冬の平均室温が20度を超えているとのデータもあるほど暖かいんです。アイスは夏の食べ物という常識はもう古いのかもしれません。恐竜はなぜ絶滅したのか。恐竜がいたのは今からどれくらい前なんでしょう。恐竜が生まれたのは三畳紀の半ばで約2億3000万年前なんです。その後、約6600万年前に大量絶滅するまで、おおよそ1億6000万年間も生きていたことになります。私たちの住んでいる世界、今とはどう違うのでしょう。気候は今よりも暖かく、大陸の形や配置も違っていたんです。三畳紀の頃は、世界が一つの大きな大陸だったんです。ジュラ紀、白亜紀と進むにつれて分かれていき、今に近い形になっていったんです。植物の種類も今とはだいぶ違います。三畳紀は、イチョウやシダ植物など古いタイプの植物しかなかったんです。ジュラ紀になると、植物の種類は増えていき、白亜紀になって花やイネ科の植物が現れて増えていったんです。あったかくて植物がたくさんある時代に生きていたのに、どうして恐竜は絶滅してしまったんでしょう。恐竜の大量絶滅にはいろんな説がありますけれども、まだ完全に解決はしていないんです。例えば、巨大な隕石が落ちてきたからという隕石説があります。隕石は確かに落ちてきましたし、恐竜が大量絶滅したのも本当ですけれども、それが絶滅にどうつながっているのかはまだ研究中なんです。どれくらいの大きな隕石がぶつかったのでしょう。直径約10キロくらいの隕石なんです。何千万年前から1億年に1回クラスの大きな隕石だったと言われています。といっても直径約1万2700キロの地球にとってはゴマ粒のような大きさなんです。こんなゴマ粒のような大きさでも地球にとっては大打撃だったんです。恐竜以外にもかなり多くの生き物が絶滅してしまいました。隕石の衝突によって舞い上がった塵で太陽の光が遮られて急激に寒くなったり、植物が育たなくなって餌が取れなくなったからということが言われています。有力な説ではあるんですけれども、まだ謎も多いんです。例えば、多くの恐竜や翼竜、海に住む爬虫類などは絶滅しましたけれども、鳥類、哺乳類、ワニ、亀などは生き延びることができたんです。それはなぜなのか、まだまだ検証の余地があるんです。恐竜の化石はアメリカ、カナダ、アルゼンチン、中国、モンゴル、イギリスの6つの国で見つかることが多いんです。でも、日本でも見つかったことがあるんです。日本で見つかったのは、ムカワ竜と言います。このムカワ竜は、北海道のムカワ町で地元の人によって発見された恐竜の化石なんです。小林
吉次先生たちが発掘し、2019年の論文発表でカムイサウルス・ジャポニクスという学名が付けられたんです。恐竜の大量絶滅の理由は、まだ決着がついていないというのが本当のところなんです。恐竜は骨の中にも空気をたくさん溜めることができ、軽くて息がしやすい体を手に入れたおかげで大きな体になれたんです。冷たいという言葉の語源とは、冷たいという言葉の語源は古く、平安時代の枕草子で使われていた言葉なんです。現代では触れたものの温度が低いことや、人の態度が冷淡であることに使われています。しかし、昔は爪が痛いぐらいの寒さ、爪いたしという言葉で使われていました。やがて寒さを表す単語ではなく、触れたものの温度が低いという言葉で使われるようになりました。人の性格や態度に対しては、冷たいから派生した形容詞、つべたましが使われることもありました。ダイエットの鍵となる痩せる人たちが持っている褐色脂肪細胞とは、褐色脂肪細胞とは脂肪を燃焼させる細胞なんです。赤ちゃんの頃に多く存在している脂肪細胞で、加齢とともに数は減ってしまいます。もともと褐色脂肪細胞は寒い時脂肪を燃焼させて私たちの体温を保つために存在しています。赤ちゃんは生まれた時、お母さんのお腹の中より気温の低い外気にさらされます。その時、褐色脂肪細胞が脂肪を燃焼させて体温を維持しているのです。成長して大人になると、その役割が筋肉などに移行し、褐色脂肪細胞はあまり機能しなくなり、減ってしまうんです。でも、大人になったら褐色脂肪細胞がなくなってしまうかというと、そうではありません。成人でも、主に肩甲骨のあたりに存在しています。ただ、40代以降は大幅に少なくなるとも言われていて、褐色脂肪細胞の減少が中年太りにつながるのではと言われています。褐色脂肪細胞を活性化するためにはどうしたらいいのでしょうか。褐色脂肪細胞は寒い条件下で働くということもあり、夏よりも冬に増えます。暖かい場合は働かないといった特徴があるんです。つまりは冷たい刺激に反応して褐色脂肪細胞は働くということなんです。ただ、巷の健康法で褐色脂肪細胞を増やすために首から背中にかけて冷やしましょうといった記事などを見かけますが、それはあまりお勧めできません。確かに褐色脂肪細胞は働くかもしれませんが、他の体のトラブルが起こりかねません。特に女性にとって体の冷えは大敵だと考えます。食事で褐色脂肪細胞を増やすという方法をお勧めいたします。例えば、唐辛子、ニンニク、生姜、ミント、わさびには褐色脂肪細胞を活性化させる成分が含まれていると言われています。褐色脂肪細胞を刺激するためには運動も良いとされています。特に
直接肩甲骨に刺激のある肩回し体操は効果的だと思われます。食事をしていて辛い食事でもないのになぜか背中が熱くなって汗をかくという人は褐色脂肪細胞がもともと多い人ですから、いくら食べても太りにくいと言えます。そういう人は食事をとっている時から背中の上の部分が燃えて熱くなっていますから、太りにくいのは当たり前と言えるでしょう。キリンの雑学。おとなしい目に網目模様で優しいイメージがあるキリンさん。実は動物界で一番あることに対する時間が短いんです。そのあることとは、寝ること、睡眠時間なんです。人間の睡眠時間が約6時間から8時間なのに対して、キリンの1日の睡眠時間はたったの約20分です。その20分のうち、脳も体も完全に休んでいる時間は、なんと1、2分程度しかないんです。そんなに短い睡眠時間で、しっかりと疲れが取れるのでしょうか？なんて心配になりますよね。また、キリンは睡眠時間を短くしている分、何に時間を費やしているんでしょう。それは食べる時間なんです。食べる時間を長くして睡眠時間を削る。生きる環境がゆえの進化といえることの一つなんです。また、この睡眠時間の短いキリンさん、めったに鳴き声は披露しませんが、たまーに鳴き声を発することもあります。その鳴き声は、モーです。牛みたいな鳴き声なんです。びっくりですね。映画館とポップコーンの切り離せない関係とは、暗闇、大きなスクリーンなど、非日常的空間を楽しめるデートの定番スポットの一つ、映画館。この映画館に好きものといえばポップコーンですよね。では、なぜポップコーンが映画館の御用達の食べ物になったのかご存知でしょうか？まず、食べるときに大きな音がしないというのが主たる理由として挙げられます。その他にも掃除がしやすい、原料の保管性に優れているなど、かねがね映画館側の都合による理由がいくつか存在しますが、やはり最大の理由は 80% 以上とも言われるその利益率なんです。映画館によっては収益全体の半分近くがポップコーンの儲けなどというところもあるようです。さらにポップコーンとセットでこれも回収率の高いドリンクも売れればダブルで映画館は美味しいんです。ちょっとひどい理由としては、映画がつまらなくてスクリーンに物を投げつけられても軽くて柔らかいポップコーンならスクリーンに傷がつかないからという話もあるんです。以上のように映画館とポップコーンは実に相性が良いわけなんです。なぜ顔は赤くなったり青くなったりするのか。顔が赤くなるのは顔の血管を流れる血流の量が多くなるからであり、青くなるのは少ないからである。血液の量は血管の収縮で左右されますが、恥ずかしい時や暑い時は血管が伸び、血流が多くなるので
赤くなるんです。恐怖を感じた時や寒い時は血管が縮んで血流が少なくなるので青くなります。血管の伸縮は自律神経が支配しているので、自分でどうにかしようと思っても何もできません。顔を赤くなるなと思っても恥ずかしいと自然に赤くなってしまうのである。一日の食事はなぜ朝、昼、晩の三食なのか。人はなぜ一日に三食とるのだろうか。一食だけとか二食しかとらないという人もいるが、ほとんどの人は三食とっています。その理由は脳が一日三食を必要としているからなんです。脳は血液中から1日にブドウ糖を約 120g 取って活動を続けています。その大半は肝臓に蓄えられているグリコーゲンから作られますが、それだけでは 120g には達しません。不足分は食事で補ってやらなくてはならないが、それには三食きちんと取って途切れることなく補給する必要があるんです。一食二食では補給の間隔が開きすぎるのである。ジョロウグモのオスはメスに食べられてしまうのか。黄色と黒のまだら模様のジョロウグモはちょっと不気味です。クモの研究者によると、巣を張っているのはメスだけで、オスは交尾の時だけメスの巣を訪れます。と言っても、メスは巣にかかった獲物を即座に糸でぐるぐる巻きにするので、不用意には近づけない。オスは襲いかかるなぁという合図、振動を送りながらメスに近づきます。近づいても直接交尾はできず、精液を足にかけ、メスの生殖門に押し込むのである。で、その後どうなるのかだが、決して脱出はさせてもらえず、メスグモにむしゃむしゃと、食べられてしまうのである。残念。涙を流さずに玉ねぎを切るにはどうしたらいいのか。水中メガネをかけながら切る。ついこんな単純なことを考えてしまいます。血液サラサラ効果で人気の玉ねぎですが、切るとき涙が出るのは細胞に含まれているアレルプロピオンという物質が瞬間的に蒸発し飛び散るためなんです。飛び散らないようにして切れば涙は出ません。この物質は温度が低いと蒸発しにくいので、冷蔵庫でよーく冷やしておき、鋭利な刃物でさっと切って水に入れたボウルに放つと良いんです。台所に転がしておいたのを切れない包丁でザクザクやると涙でびしゃびしゃになってしまいます。なぜほうれん草のおひたしにごまをかけるのか。ほうれん草にはカロチンやビタミン A がたくさん含まれ、野菜の少なくなる冬にはたくさん食べたいものです。だが、腎臓結石や膀胱結石の原因となるシュウ酸がたくさん含まれているので、その点を
気をつけたいんです。結石ができるのは、体の中にあるカルシウムとシュウ酸の比率が1対2となった時だから、カルシウムの比率を上げれば1対2ではなくなります。それには大量のカルシウムが豊富に含まれているごまをすって振りかけるといいということになります。ごまでなくても煮干しでもいいですよ。女王蜂も年を取ります。老いて役立たずになったらどうなってしまうのか。女王蜂の仕事はたくさんの働き蜂を産むことですが、その度に交尾をしていたのでは間に合わないので、貯精嚢に1回の交尾で得た精子を蓄えておき、どんどん受精します。ロイヤルゼリーを栄養に育っている女王蜂は、その意味でタフですが、いくらタフでもやがて年を取り、役立たずとなってしまうんです。すると、働き蜂は、幼虫の一匹にロイヤルゼリーを与え、新しい女王蜂を作るのです。そして、古い女王蜂は、巣から追放されてしまうんです。日本人は、焼肉が大好きですが、風味にうるさい食通は、ヒレ肉を好まないんです。それはなぜなのでしょう。お肉屋さんでは、ヒレ肉は上等で、高い値段がつけられています。買う人は、脂が少なく赤身で、しかも柔らかいという理由で選ぶようですが、赤身で、柔らかいとは、ヒレ肉が筋肉ではないことを意味しているんです。では、どこの肉なのか。背骨の内側、つまり内臓のすぐ近くの柔らかい部位なんです。それを知って匂いを嗅いでみると、少し臭い。内臓の匂いが移っているからなんです。だから風味にうるさい食通たちはヒレ肉をあまり好まないのである。マグロやカツオは一生泳ぎ続けて休むことはないのか。休まないんです。なぜなら休むと死んでしまうからなんです。マグロやカツオなどの回遊魚はかなりのスピードで泳ぎ、その勢いで口からエラに水を送って酸素を体内に取り込んでいます。スピードを出せば出すほど水流が増えるので、必要な酸素を取り入れるためにはスピードを落とさず、泳ぎ続けなければならないんです。また、マグロやカツオは体重が重いので、泳ぐのをやめると沈んでしまうんです。よく噛んで食べるだけで、がんを予防できるんです。唾液に含まれるペルオキシダーゼなど12種類の酵素の働きで発がん性のある食品添加物の毒性が消えたり薄められたりすることが実験で確認されています。よく噛むとご飯の甘みが増し、どんな食べ物も消化酵素と混ざり合って旨味が出ることはよく知られていますが、その上がんの抑制効果があるというのだから、食事はよく噛んで食べたいものです。唾液が最もたくさん出るのは、口に入れてから30秒後なんです。
だから30回は噛むのがいいんです。相性の悪いことをなぜ馬が合わないと言うのか。馬が合わないの馬は動物の馬である。天下の剣と言われた箱根では、昔人間を馬に乗せて運んだが、馬と相性の良くない人は途中で振り飛ばされた。そこから相性の良くない人を馬が合わないと言いました。同じ意味で反りが合わないがあるが、こちらは刀の反りのこと。刀には微妙な反りがつけられていますが、これが鞘の反りとぴったり一致しなければうまく収まりません。なぜドッグフードとキャットフードは違うのか。昔は犬も猫も人間の食べ残しを食べていたので、餌に特別な違いはないと思われていました。しかし最近はドッグフードとキャットフードが区別して売られているので、どこが違うのか逆に疑問に思ってしまいます。何か違いがあるのでしょうか。猫には犬と違ってどうしても必要な栄養素があるんです。その一つが魚や貝、肉類に含まれているタウリンです。このタウリンが欠乏すると猫は目が見えなくなってしまいます。キャットフードにはタウリンが入れられてあるので、ドッグフードで代用しない方がいいんです。なぜアメリカ NASA は宇宙人に注目をしているのか。宇宙人というと子供じみた話と考えられがちである。しかしアメリカ NASA は最近、我々は宇宙で孤独な存在かと問いかけるアストロバイオロジーに注目しているんです。日本語で宇宙生物学ですが、宇宙の始まりから生命の誕生、知的生命、宇宙人の出現に至る長い歴史を見通した上で、我々知的生物イコール宇宙人とは何者かを考えてみようというのです。宇宙人は子供じみた話などではないのである。毎日なぜ睡眠をとらなくてはならないのか。睡眠中の脳を調べると、タンパク質の代謝が活発に行われているので、起きている時より 20% も血流が増えることが分かっています。起きている時に脳を使って生じた疲労物質を取り除いたり、消費してしまった脳内物質を補給したりするのが睡眠の主な役割である。体は横になるだけで疲れがかなり取れますが、脳は眠らなければ回復はしないんです。ぐっすり毎日眠ることが脳を元気にする必要条件と言えます。電子レンジには強力な殺菌力があるんです。電子レンジに入れると温度が上がるので、殺菌は当然と思うかもしれません。
しかし、その殺菌力は加熱によるものではなく、中を満たすマイクロウェーブが直接細菌の細胞を攻撃し、絶滅させます。例えば、付近に850万個の生の菌がいたとしても、30秒で3万6千個、1分で2600個、2分で1300個に減ります。大腸菌なら2分でゼロになるという強力な攻撃力なんです。その意味で電子レンジは極めて衛生的と言えます。神様にお金をぶん投げる賽銭は罰当たりではないのか。神社で賽銭箱にお金を投げ入れるとき、ふとお金をこれ投げていいのかと思ったことはないでしょうか。庶民感覚ではお金を投げるのは不作法だから子供にも投げないように注意する。神様はどうなのか。実はこれにはお金は俗世間のもので神様には不浄とする考えが基本にあります。不浄だから神様に直接手渡ししてはいけない。だから離れて賽銭箱に投げ入れるのである。投げても罰当たりではありません。逆である。病気になりたくなかったら、腹を立てない方がいいのは本当なのか。腹を立てると胃の周りの平滑筋が縮み、その作用でいつもは斜めの胃が吊り上げられて立った状態になります。まさに腹が立つのである。胃が痛い時もやはりこのような状態になるから、腹を立てると胃が痛くなるのは当然なんです。胃潰瘍、糖尿病、リウマチ、動脈硬化など腹を立ててばかりいるとかかりやすい病気はいくらでもあるんです。腹が立ったら10分以内に気分転換をすれば体への悪影響は避けられると言われています。電気カトリキはつけっぱなしでも害はないのか。電気カトリキに対峙された蚊は仰向けに落ち、足をピクピクしておだぶつです。あれを見ていると相当強い殺虫剤、農薬でも入っているのではないかと心配になってしまいます。しかし心配ご無用です。使っている薬剤はピレストロイド系薬剤といい、昆虫や虫たちには効き目が大きいんですが、哺乳類は酵素が分解するので、ほとんど影響がないというものなんです。製造元の会社は、ネズミを使った実験結果から、ネズミよりはるかに大きい人間には、何の影響もないと言っています。うんこドリルとは何なのでしょう。うんこ、ちんちん。これは加藤茶が言った言葉です。子供はうんこちんちんが大好きなのです。
うんこドリルとは、勉強が楽しくなるドリルなんです。うんこドリル。その名の通り、うんこという言葉を、不思議な魅力をフル活用して作った勉強ドリルなんです。勉強を楽しいものに変えていく。子供たちが勉強を好きになる。子供たちの目線で考え、子供たちの味方になることを最重要に思って作られたのが、このうんこドリルなのです。ぬか床に古釘を入れると、なぜナスの色が鮮やかになるのか。ぬか漬けのナスを色鮮やかにつけるには、ぬか床に古釘を数本混ぜておくというのはよく知られている知恵です。ナスの色素はナスインと言いますが、これが鉄イオンと反応すると青い金属塩ができます。この金属塩が鮮やかなナスの色を演出するんです。ところでナスを切ると切り口が変色してしまいますが、これはアク抜きを兼ねてすぐ水にさらせば防ぐことができるんです。切ったそばから水に放り込むといいんです。宇宙のブラックホールはなぜあの世なのか。あの世がどんなところか誰も知らないのは、あの世に行ってきた人がいないからです。だからどんな情報もない。ブラックホールも一旦中に入ると光すら出てこられないんです。だからブラックなんですが、宇宙の情報は光が伝えるので、光が出てこないとはどんな情報もないということなんです。どんな情報もないという意味で、あの世と同じなんです。あの世にぽっかりできたあの世の穴、それがブラックホールなんです。なぜどこへでもスイスイ行ける光がブラックホールから出てこられないのだろうか。それにはアインシュタインの相対性理論を少しだけ知っておく必要があるんです。と言っても難しい話ではありません。相対性理論によれば、重力は時空、空間を曲げると考えられています。重力は物があると発生し、物には質量があるので、重力と質量はイコールである。だから太陽のような巨大な質量の天体、物の周りでは巨大な重力でいると想定できるんです。どのくらい曲げられているかはアインシュタインが予測していましたが、1929年、天文学者のエディントンが観測でこれを確認しました。重力で時空が本当に曲げられていることが証明されたわけなんです。太陽くらいの重力で時空が曲げられるのなら、もっと大きな重力だったらもっと曲げられるだろう。さらに大きければもっと曲げられ、極限まで大きければ極限まで曲げられると考えられています。極限の重力が支配をしているなら、ブラックホールでは時空がその中心方向に極限まで引っ張られていると考えることができます。なぜなら重力は引っ張る力だからなんです。時空そのものが引っ張られて落ちている。どのくらいの速度で落ちているのかというと、極限の速度なんです。宇宙の極限の速度、最高速度は光速です。
ブラックホールの中では時空が高速で中心方向に落ちていると考えることができます。そうだとするとどうなるのか。光は時空を伝播する。その時空が高速で落ちているのがブラックホールです。これは高速で下っているエスカレーターを高速で駆け上がっているのと同じ理屈になります。駆け上がっている人は絶対に上に行くことはできない。だから光も出てくることができない。何も情報が出てこないわけなんです。情報がないと言っても、あってもないということだから、そこはあの世ということになります。昔田んぼはなぜ春になるとレンゲ畑になったのか。最近は見かけなくなったが、昔は春になると田んぼ一面にレンゲが咲いたものだ。と言っても農家にとっては花を咲かせるのが目的ではありません。土地を肥やす緑肥として植えました。レンゲの根には根粒バクテリアが生息し、空気中の窒素を水溶性の窒素化合物に変えます。それが肥料になるわけなんです。田植えの前にレンゲを土壌にかき込むと、稲の栄養分となるんです。血圧が高い人はなぜ塩分を控えめとすべきなのか。塩分濃いめの血液が腎臓に送られると濃度を薄めるため尿として排泄される予定だった水分が血管に戻されます。するとその水分で血液の量が増え、血管に圧力がかかってしまうんです。塩分濃いめの食事が習慣になっている人は、このため血管に圧力をかけっぱなしとなってしまいます。また塩分には毛細血管を収縮させる作用もあるので、ますます高血圧の敵ということになってしまうんです。日本人が一日に摂る食塩は平均12グラムであり、欧米人よりかなり多いんです。漬物、梅干し、味噌汁、ラーメンなどを好んで食べるからなんです。高層ビルからアリを落としたら、アリは転落死をしてしまうのか。アリの体を指で押すと硬いです。人間は硬い骨が柔らかい筋肉の中にありますが、アリは硬い構造が外にあって、内臓はその中で守られています。高層ビルからアリが転落すると空気の抵抗を受けるので、真っ逆さまには落ちないから、地面に叩きつけられることはないんです。落ちても外部の硬い部分が大切な内部組織を守ってくれるので、すぐ元気よく歩き出します。猫ちゃんに鈴をつけると臆病になってしまいます。それはなぜなんでしょう。猫は人間の6倍、犬の2倍も音源の位置を正確に捉えることができるので、ネズミの歩くちょっとした音を追いかけ捕まえることができるんです。それほど耳の性能が
いいわけなんです。2万ヘルツまで聞き分けられる人間の耳に対し、猫は6万ヘルツまで聞き分けることができるんです。音の激しく行き交う世界にいるわけなんです。だから鈴をつけると絶えず鳴り響くので、猫ちゃんは絶えず驚き、その結果臆病になってしまうんです。宇宙空間、時空などに興味がある方は、アインシュタイン雑学をぜひご覧ください。ナレーションは皆さんありがとう。次の回までごきげんよう。